はい、カヌーどうしようどうでしょうです。1ヶ月ぶりの収録です。アキラ・ケイト清水です。ですねですですちょっとドタバタドタバタしてまして、ここにモニターがいて、モニターがあって、ボカラさんがリモートでコメンテーターとして参加しております。ボカラさん一言お願いします。あ、止まってしまいました。すごいゆっくりだろうね、コメントね。まあその、それ遅れるのはしょうがないんで、はい、はい、すごい遅れる。一言お願いします。はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、まず今日はですね、何でしたっけ。まず、グローボへ、ソガグローボへ行こうということで、はい、ソガグローボはですね、ソガグローボっていうくらいなんで、ソガにあります。千葉県千葉市中央区のソガというところにあります。いや、ソガという町じゃないんですよ。あ、そうか。ここは千葉市中央区川崎町。川崎町っていうところなんですね。まあ、近くの駅はソガ駅。はい。で、隣が福田電子アリーナって、ジェフ市原のサッカーチームのホームグラウンドがそこにありますね。はい。で、駅はね、JR の蘇我駅です。降りて、どうやってここへ。あ、ちなみにですね、はい、あの JR の蘇我駅、皆さん、外房線内房線ってなんか勘違いしてる人がいるんですけど、はい、違うんですか。外房線でも内房線でも両方なんですよ。あ、なんですけど、京王線、京王線、千葉の駅から次の駅なんで、あ、ちょっと近いんですよ。蘇我って田舎じゃねえか。皆さん、木更津の先でしょうなんて言ってる人がいるかもしれないですけど、それはさすがに、それは日本地理勉強してください。千葉市の隣ですから、じゃあ千葉駅の隣です。はい。で、行きますか。じゃあまずビデオをね。ビデオ。実は堀田さんがね、撮影していただいて、隣じゃない。で、堀田さんがここで解説するはずだったんですけど、堀田さん今ね、カヌー売ってるんで、ちょっと清水さんが説明します。じゃあ。行ってください。流します。1番で、はい、でこれ蘇我駅ですね。駅の改札、こう降りたらですね、西口です。西口に出てください。で、福田電子アリーナの方ですね。これ出ていただくと、階段降りていただくと、実はここからもうすでにグローブ見えるんです、この駅から。ちょっとポカラさん、何遊んでんですか。で、駅前からこれ無料のバスが走ってます。これ10分に1本バス走ってますんで、このバス乗ってください。はい。バスに、まあ、歩いても、まあ、そうですけど、バスに乗るとだいたい3分で着きます。歩いても3分です。なんでなんかポカラさんのところで盛り上がってるんですね。はい。で、まあ実はもうスタートした時点でグローブ見えますから、もうグローブです。このケーズ電機ですね。ケーズ電機があって、その隣にグローブというショッピングモールで、バス停はグローブ前というバス停、はい、あんま近すぎてね、あまり降りる人いないんで、油断してると通過してしまいますね。普段皆さんここは歩いて距離なんでね、バス乗った方が待ってる時間が長いです、まあ、割とすぐ来ますけどね。すぐ来ますけどね、私は待ちますけどね。機材もあるんで。で、このバス停に降りてください。で、仮はここのバス停じゃないんですよね。仮もしバス乗る人がいれば、こっから乗っても行けるんですけど、駅まで今度30分かかりますから、ぐるーっと他のこう巡回バスになってるんで。で、ここでお金払わないで大丈夫ですからね。無料ですから。で、バス停からこうやって歩いていただけると、こういうサッカーのこうでっかいこうオブジェがありますので、サッカーボールの、そこを歩いていただいて、このグローブの、これがフットサルコート、フットサルコート。で、これ正面玄関です。グローブの正面玄関です。で、ここから入ると、もうここからもう本当はうちのお店もすでに見えるんですけど、正面玄関を、すごいでしょ、店が見えるくせに看板が見えねえっていうね。もうやる気あんのかっていう感じですね。ないでもないです。これ開くでしょ、ガーッと開いて、ガーッと開いて、
もともとこっち側にあったんです。左側だったんで。この間店大きくなって右側に移ったんですけど、ガーッと開いて看板がねえん。いや、看板は違う方向なんで。看板がねえんで。何かなって。これまあ屋上へのエスカレーター。これ今閉まってますけど、今通常は開いてます。ちゃんと屋上にも駐車場ありますから、ね、車で来る方は便利です。800台止められますから無料で。今電気自動車が止まってますけどね。まあこんなような形で、あ、ちゃんと私仕事しますんで。うん、書くとこんな感じ。こんな感じですね。ぜひ店舗の方へお越しください。はい。月1でこのような収録もやってますね。今日来るとね、それ飲んでないね。飲んでないね。あれ持ってきますか。今日誰がいるんですか、そっち。今日カメラマンさんとね、私は電気自動車で来たってるからレンタカーですけどね、私ね電気自動車持ってるんですよ、本当インド製の電気自動車持ってるんですけど、今日は日産のリーフをレンタカーで借りてきました。え、いくらするんですか。インド製の電気自動車ですか、私のですか。いや、なくてリーフレンタカー、はい、12時間で9000円ぐらいじゃなかった。あ、安っ、うん、まあ見たい人は今来たらいます。それって、はい、普通レンタカーってガソリン満タンで返すじゃないですか、はい、あ、充電しなくていいです。充電しなくていいです、はい、あ、じゃあお茶いただいていいですかね。じゃあ、あ、じゃあ今持ってきます、はい、でその隙にちょっとじゃあボートショーの、あ、そうだ、パワープッシュ行きましょう。パワープッシュを行って、パワープッシュです。こちらスーディの、523というモデルですね。こういうごく荒れきたりの対談ロープです。まあ、カヌーを積むときにこれ皆さんこれで、カヌー積んでると思いますが、皆さん積み終わって外したときにどうしてます。多分こんなことでぐちゃぐちゃぐちゃってやって、このままポーンと入れてなんか突き出したときにこんがらがってませんか。そんなときにですね、目から鱗のもうスーディのこちらですね、こちらです、この中にですねパチンと入れていただいて、で見ててくださいね、こんな感じです。シュル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 っと、このようにこう収納できてしまうというモデルがございます。2000、テープ込みで2000円です。どうですか、こんなアイテム皆さん持ってみませんか。一押しです。はい、帰ってきました。ちょっと飲み物をいただいていいですか。ちょっと私その電気自動車で来てるんで。じゃあビール金の微糖。あ、ポコラさん何がいいですか。ほら、ないで見せるだけです。勝手に飲みますね、適当に、はい、カメラマンさんどうぞ、ビールでも。ビール、あ、ツーリーのタイダウン営業しますね。あ、いいでしょ、あのツーリー。あ、そうですか。あれ微妙なこれで車の中が散らかんないんですか、ね。まあ、うん、そうだね、あ、じゃあちょっと乾杯しましょう。あれ、ビールじゃなくていいんですか。あ、闇上がりです。闇上がりなんです。まだ闇の中っていう感じもするんですけど。でーす、僕らも乾杯。あ、これ闇上がり三人衆ですよね。僕らさんもインフルエンザで、私もインフルエンザから復活したところでね、清水さんもですもんね。私も清水さんインフルエンザだったの。相当今回苦しかったですよ。39度出ましたからね。早く薬飲めばいいんですよ。だインフルエンザ48時間以内にタミフを飲めばもっと軽く済んだと思うんですけど、僕カッコン糖だけで治しましたから、ね、痩せ我慢するとこういうことになるという典型的な、放送時間がなくなってきましたけど、ボートショーの呼び込みをしないといけないですね。2011、ボートショー、3月3日4日5日6日それでですね、3日の日3日木曜日3日の木曜日我々生中継しますから、番外編、10分ぐらいの15分ぐらいかな、番組を仕立てて生中継やりますので、ぜひご覧ください。皆さん仕事してると思いますけど、録画版もありますんで、ボートショー生で見たっていう方だけ
特別な価格出しますカヌー本体。おー、あのキーワードその日に、生中継だけですね。あ、じゃあ録画版をやめましょうしばらく。いや、あの生中継のとこだけ、あ、録画版はカットしましょう、うん、生中継を見たっていう人だけですね。おー、ということで放送時間過ぎてしまいました。じゃあ次週は、よろずいがを私がリポートします。さようなら。